ゾウさんの、控え室ケアセンターね。今入ってない感じ、どちらさんも。いや、あそこになるか。じゃあ若手が控えてんのかね。お前おる。若手が控えてるんや。ケアセンターだから、あれだね、反則じゃない。健康診断するとこ。ムーっつってるやん。全フィメールだった。そうなんや。だいぶ年だから反則だよね。そうか。いつ何歳まで、何歳まで妊娠できるの。昔からずっといるのか。何歳まで妊娠できるの、ゾウさんは。何歳までかな。てか寿命はどんぐらいなの。知らない。あ、そうなの。長生き。体、特に人に変われば、みんながあそこで待ってる。ご飯の時間。なんかおるんじゃん。このお姉さんを見に来てんじゃん、みんな。あ、でもあれ片付けてるからみんな入ってくるんじゃない。ゾウさん外にいるよみたいな。すげえ足の裏触れるん。お、ヤスリで削ってる。すげえ。あ、ご飯置いてあるやん、ここに。ご飯あげるんや。あのちっちゃいところが水の。あそこから水飲む。なんかしてはる。なんかしてはる。あ、お前なんかして遊んでる。これちゃんと映ってるかな。なんかして遊んでる。入ってきた。ドアが開いているんじゃない、あれ。見にくいな。こっちに来るの。なんか扉が開いたんちゃう。ここの何が起こるんでしょうね。なんかようわからんな。足の長い人がそこにいる。あれ、さっき持った足長い。あ、折りたたんでる。折りたたんでる。すごい。そっちに畳むんだ。ね。こっちなんだ。大丈夫。関節言葉。ここ。フラミンゴとかもそれでしょ。フラミンゴとかもこのタイプでしょ。前に。うん。なんかで見たで。でなんか。前だったっけ。後ろのイメージがあるよ。あの、みんな心配して。え、でもここじゃない。肘なんじゃ、ま、でもあれは後ろ足で。え、前足じゃない。あ、後ろ足だ。前とか後ろとかあんの。後ろだよ、だってどっちから出てるか。じゃあここ胸骨から。ここだね。ここが長いんだ、この足先が。あ、なんかそんなこと言ってた。うう か, かかとが長くて、うん、かかとをこう上げてる状態ってこと。そうそう。で今もうこうやって立ってる状態。え、でもさ、ここさ、骨一本じゃん。融合したってこと、ここが。どういうこと？一本って。ほら、ここ一本じゃん。うん。え、とかここでしょ？中手骨ってことでしょ？ここがかかとなんでしょ？これ中手骨ってことでしょ？うん、うん、でもこれ一本じゃん。あ、そうそうだね。融合したってことじゃない？え？なんかわかんないけど。あれが本来の身長ってことだよね、だから。そうだね。背伸びしたら歩きをしているってかかとがつま先へ。あ、そうだ、飛ぶ時はどっか後ろにやってんのか。確かに飛ぶ時めっちゃ邪魔だね。 They don't take me secretary だからかな。
their name comes from Arabic. Arabic. Hunter bird. Okay. No more.あ、足使ってハントするんだね。ね、飛んでいかないんだ。飛んで足でバシッと飛ぶんだね。だからあんな形になってるんだ。面白いね。イーグルに近い。まあ確かに似てます。アフリカにいるんだって。面白いね。アフリカにおる鳥なのに。でもブラックビールさんもでもいないよ。シークレットリーバード。すごい。すごいね。あ、ゾウさんが、ね、ゾウさんは何をしとるんじゃ。なんでこうこの岩の形は何か意味があるんかね。この角度でしか見られへんようになってる。なんでやろ。あ、こっちにもおるやん。あ、こいつがシャバか。あのおもちゃどうやって遊ぶんやろうね。鼻でつつくんかな。鼻でつつくんかね。届くんや、あんな高いとこ。あれ引っ張って下ろしたりするのかな。ビーってなるのかな。毛が生えとるね。毛像や。毛像ですね、これは。へえ。遊んではんねん。チェーン動かしたらね、ご飯食事が出てくる。あ、そういうやつなんや。賢いね。じゃああの上のやつもウィーって引っ張って下ろしたら食事がガバガバガバって出てくるシステム。ここもやってるかもしれないね、もしかしたら。なんか頭のいい動物とかはさ、毎日違う宿題を与えて買った方が。あ、ゴールで遊んでるよ。ほんまや。なんか出てくるんじゃん、あれ。違うんかな。今日はどこにあるんだろうって、ああやっていろんなことしながら食べてるのね。おー、なんか取り出して食うた。水が出てくるのかね。いや、なんか入ってんだもん。フルーツ的な何か入ってるの。あ、なんか取った。あ、食うた。すげえ。いいじゃない。こういうのが大事。鼻便利。あれ骨入ってんの？鼻入ってないよ。筋肉だけ？うん、であんな自由自在に動かせんねん。すげえ。便利。指よりも繊細な感覚を持っているらしい。骨なくてあんなに操れるんやね。そうってこう見るとやっぱ不思議だよね。ゾウの鼻すげえ。してるね、ご飯食べてちょっと気分良くなったんですよ。どこ開けようかなみたいな。あ、そっちも食おうかなって。こここうしたら出てくるんでしょう。知ってる。花バリ便利やん。あ、とて食った。花バリ便利やん。しっかり掴んでるね。うわ、すごいすごい。すげえ。あれをゴシゴシすれば出てくるのか。鼻超便利。あ、いっぱいできた。ほじくってる。お、たくさん取って、よいしょと。おー。ちょ。超便利やん。手みたいよ、マジで。すごい、器用だね。え、ゾウの鼻ってあんなに便利なんや。もう手みたいもんね、こう、形が。見てやってんの。すげえ。すごい
っぱい出てきた。下に落ちたのは食べないんだ。確かに、ね、あの中から出てきたのだけ食べるかな。お腹空いたら後で食べる。そうなのかな。下に落ちてるのは取らないの。うん、鼻から吸い取ってたったらせえやん、ね、この子頭はいい。すごい超便利やな。鼻あれ迷子になっちゃった。みんなどっか行っちゃった。どこかな。ゾウの穴超便利。ゾウの花、ゾウの花すごいな。